よっ、ここでお前に会うとはな。今日は運がいい。ボクトさん、向こうのレシーバー意識しすぎでは。拾われたら拾われたで、ま、どうかな。調子にムラのある人だからね。ああ、つい強引に話しかけてしまったな。悪い悪い。絶対負けねえ。大きな木の上に腰掛けて、飲みきれないほどのリンゴ酒を片手に持つんだ。ほら、困ったな。ウ師匠は店にいないみたいだ。サーブでどれだけ攻められるかが勝ち上がっていけるかどうかを左右する。フクロウダニ戦での鵜飼さんの指摘を聞いて。まさか料理ができるのか。いい景色だね。休憩中にこの景色を絵にしようか。神さんのためにやっとるわけはないしな。反復、継続、丁寧は心地縁や。土が潤っている。ボムボム売りの根の採集にふさわしいね。大丈夫、僕に任せて。いつも以上の力を発揮しようとするから緊張するんやろ。だって飯食ったりクソしたり、毎日のことには緊張なんてせんやんか。自分の意思で。じゃあお前はもう今までとは決定的に違うプレイヤーだ。自分がやりたいと思うことをやってこいよ。花を買い酒を持ち、船の上からリーウェの景色を堪能しようとしたが、共に過ごした旧友はもういない。あの古き友との再会はいつ叶うだろうか。でも北さんが初めて試合に出たのって3年になってかららしいけど、これほど美しき景色を見ればおのずと旅がしたくなるものであろう。そろそろ無口になったり、チームメイトと目合わせなくなったりし、雲一つなし、実に心地よい晴天よ。お前の匂い、いい匂い。思った通り打ってくれてありがとうございます。肉の塊食える、嬉しい。あらら、ごめん、小さくって見えなかった。俺まだビデオ見れてないんだけど、白鳥沢はなんで負けたの？若俊君は不調だったわけ？お前もサボることがあるんだな。はあ、じゃあなんで負けんだよ。どんな手使った？誰か若俊君止めた？ずいぶんと長居したな。そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。へいへいへい。お、へいへい、見る目があるな。ひなた、私の春高で買ったんだよ。せっかくのチャンスだ、本気を出して俺を楽しませてくれ。投稿も一つの選択だよ。俺は敗者に優しいからね。If you wanna join in a chaotic server, join our server. The link is in the description. お、へいへい、見る目があるな、ひなた。私の春高で買ったんだよ。